でっけえ、マジ、やべやべやべ。すっげえ、なんか今袋から出して、改めて見てみたんだけど、でかすぎない？このウルバリン。え、こんなウルバリンいたの？このように。すげえかっこよくない？なんかね、バトルアクションメガアーマーウルバリンっていう商品名かな。メガアーマーバトルアクション。これメガアーマーって言うんだね。そのメガアーマーにウルバリンがね、登場してるんだよ、ちゃんと。こうやって乗ってるの、ウルバリンが。で、ちゃんとウルバリンも取れるっていうね。で、こう、分離して飾ることもできるみたいなんで、こういう風に。すげえかっこいいんだけど。このさ、メガアーマー、このロボだけでもかっこいいのに、ウルバリンもちゃんとついてるっていうのが熱いよね。あと、アクションということで、後ろね、ちなみに、1996年だった、これ。ここにさ、1996って書いてるからさ、1996年ってことだよね。すげえ昔、あと、スパイダーマンとか、スパイディーとかもいて、他にもいろんな種類があるみたいだね。え、すげえな、これ。全部集めたいんだけど。マジ、全部欲しい。で、今回はこの、パワーローダーみたいな。メガアーマー、あ、そう、メガアーマーか。メガアーマーに乗ってるウルバリンをね。いや、たまたま見つけてかっこいいから買ったんだよね。パワーパンチピストとか。あと、メガマッスルアームとか。いろいろついてるみたいで。で、ここがボタンになってて、ここの1のボタンを押すと、ここがスピンするんだって。で、ここの2のボタンを押すと、メガパワーパンチ。パワーパンチが 繰り出されるということで。早速出してみてみるか。このメガアーマーシリーズってきっとさ、ウルバリンだけじゃないよね、おそらく。アカリス仕事。おお、封印が解かれた。うおー、すげえ、でっかー。やーべ、めっちゃでけえ、めっちゃでけえ、めっちゃでけえ。うわ、でもちょっと針金で止まってるから、こう全部切んなきゃいけないのか。ちょっとこれ全部切るわ。全部切って。あー、これはここにつけていいんだな。ガチって。ボールジョイントでつくんだ。でもなんか色違くない？あっちの画像だと全部シルバーなんだけど、なんか黄色いボディになってる、こっち。この武器の色明らかに違うよな。こっち全部シルバーになってんだけど、こっちイエローボディ。なんで違うの？塗ってるのか、これ、色。見本だから色塗ってるってことかな。全部シルバーの方がかっこいいんだが、大きさがこんな感じ。超でかくない？前回のさ、意味のわかんないスパイダーマンあったじゃん。めちゃめちゃかっこいいやつ。スパイダーマンかなりでかかったんだよ。比べてみるとめっちゃちっちゃ。まあ、ウルバリンのフィギュア自体はちっちゃいんだけどね。すごいちっちゃいんだけど。あ、ちょ、ウルバリン取り出してみる？これはどうやって取り出すんだろうな。え、待って、これどうやって取るんだろう？ここ開くんかな、まず。ここを、あ、その上かぶ、おー、かぶったかぶった！すげえ！かぶったらこんな感じで、ダディー！うわ、すげえ、完璧にパワーローダーじゃん、これ。パワーローダーに乗ってるウルバリン。メガアーマー。すごいな、これ。これってアニメとかに出てくるのかな、このシリーズ。こういう、メガアーマーシリーズ。俺初めて見たんだけど、ウルバリンってこんなもんに乗るんだな。X 面、俺映画しか知らん。映画とゲーム。昔はスーパーファミコンのゲーム流行ったじゃん。あれと、まあ、映画全部見てるけど、こんなんなかったもんね。メガアーマーみたいなやつ。後ろから見るとこんな感じで、完全に巨大ロボ。完全に巨大ロボなんだよね。うお、かっこいい。で、関節ちゃんと動くからさ、歩行もできる。ガチャン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 、ガチャンガチャンガチャン。で、その後、じゃあ、そうそう、この爪もね、画像だとね、ついてなかったんだけど、こっちの画像だと。これだとつけられるんでね、こう、なんかパーツがあって、これどこかわかんなかったんだけど、ウルバリンの爪みたいなやつ、シャリーンって。これここしかねえなと思って、ここにつけたんだよね。ウルバリンの爪。ちょっと曲がってるけど、今。わ、すげえ、こんな装備もあったんだな。ウルバリンっぽいね。やはりここだ。ここ止まってるから、ここを開けて、あとはフィギュアをするって出すだけだ。おお、これがウルバリンである。ダディーン。すげえ。なんかコスチュームも、いつもの X 名じゃない、ギャラクシーって感じじゃない？このコスチューム。この衣装。何のウルバリンなんだ？すげえ。謎のウルバリンが。俺は普通の、あれだね。アクションフィギュアつうか、可動フィギュアだね。特に特別なところもなく、まあ、頭も可動して、まあ、普通の可動フィギュアだな。でもなんか手にね、武器持てるようになってるような感じです。これなんか持つ、あ、ハンドル持つんかな。あ、そう、あそこのハンドル持つんだ、おそらく。ハンドルがあるから、あそこにこう手をセッティングするということかな。これがウルバリンすげえちっちゃいわ。スパイダーマンと比べると。でもウルバリン実際ちっちゃいもんね。映画のさ、ウルバリンがでかいだけでさ、映画のウルバリンでかすぎるよね。原作のウルバリンあんなちっちゃいのにさ、映画のウルバリン、人足長すぎだろ。ウルバリンあんな足長くないよな。でかくねえよな。ウルバリンちっちゃい方がやっぱウルバリンって感じがするんだけどな。ちっちゃくてマッチョ、ちびマッチョ、ごっつい。ウルバリン。かっこいいなぁ。ウルバリンとスパイダーマン。これスパイダーマンね、一応メット取れるんでね、これ。一応メット取るかな。
スパイディって分かりにくいから、メット取るとこんな感じでちゃんとスパイダーマンなんでね、これがスパイダーマンって信じられるよ、これ。これスパイダーマンなんだよ。何のシリーズかマジで分かんないけど、本当は、あの背中のこの紐がついてて、引っ張るとね、アクションする、スパーキングアクションって光るらしいんだけど、もう紐を切れそうになってて、最初から。みんなお試しで引っ張るからきっと。で、ここ取って、電池入れれば多分治るはずなんだけど、取れなくて、もうこのままで行こうと諦めたんだよね、直せないから。まあ、このままでも十分かっこいいからさ、このスパイディ。それでは武器を持たせて、アクションしてみるか、あのボタンを押して、その前にウルバリンを戻そう。ウルバリンを中にね、登場させる。戻しまして、ガシャーンで、ここを閉じまして、で、このハンドルをさ、多分持てるようになってるんだよね、この、ここ。なんか左手は違うけど、右手は持てる、ここ。だからここに穴に通して、こうね、こうハンドルを入れると。で、右手はなんか違うね。右手は、あ、まあ、こうか。一応ハンドル持ってる風に見えるか。こんな感じで。で、メットをかぶせると。おー、できたー！とりあえず武器を持たせ、こっちの向きかな。こっちの向きで武器をこう、持たせまして。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。めっちゃ硬い！めっちゃ硬い！やっとついたわ！でもね、迫力やべえわ。迫力。ここね、下の、ここのボタンがあるんだけど、ちょっと見にくいかな。ここのボタン。ここのボタンを押すことによって、めっちゃかっこよくね？何これ？スピンアクション。武器スピンアクション。すげえかっこいいね、シールド。シャリ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 ー。肩アーマー取れた。肩アーマー衝撃で取れたぜ、肩アーマー。肩アーマーなくてもかっこいいね。なデルトイディの盛り上がりが感じ、メガマッスルって書いてあった。あそこ。メガマッスルゾーンが。めっちゃかっけえ。この状態で回してみると、こんな感じ。え、かっこいいね、シールドみたいね。アクション壊れてなかった、全然。現役、現役。現役アクション。お、かっこいい。すげえかっこよくない？この現役アクション。このスピン。で、次がね、左手なんだけど、この左手はパワーパンチ。その前にね、肩アーマーを戻しまして、で、次に、ここ、これがパンチなんだって。まだ押してないからどんな感じかわかんないんだけど、ゆっくり押してみる。ほほほ。ほほ。ちょっと爪曲がってるからかっこ悪いけどさ、爪ちゃんと伸ばしたらかっこいいんじゃねえか、これ。ちゃんとしたパンチだよ。せい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 かっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。あと、腕もね、さっき、俺回してて取り付けるとき腕回したら回ったんだけどさ、腕もめっちゃ稼働するからさ、ぐるんぐるん回るんだよね。いろんな角度でパンチ繰り出せる。スピンできる。これ、アクションが楽しいね、これね。特にスピンアクションめちゃくちゃ楽しいよ。これかっこいいスピンアクション。まさかこんなに回るなんて思わなくない？めちゃくちゃ回るんだけど、スピンアクション。おー！スピンアクション！すげえ楽しい。これアクションがハマるわ。ウルバリンも中にね、登場できるし。これはいい商品見つけたら他の X メンのメンバーも集めよう。ということで、今回は、メガアーマーだっけ？そう、メガアーマーバトルアクションっていうシリーズかな。ウルバリン、とりあえずウルバリンのね、このパワーロードに乗ってるウルバリンのフィギュアの開封レビュー動画でした。みんなもぜひ発見したら買ってみて、これはかっこいいよ！当たり、アクションがかっこいいから。パンチはね、意外にちょっとしょぼかったなって思ったけど。でもパンチ食い出せるかね。パンチ、しかしね、こっち、これ当たりだわ。このアクション。これはね、シャリーン！シャリーン！正面楽しい！これすげえ楽しいよ！このアクション当たり中の当たりだったからぜひね、ゲットしてアクションしてみて。俺も他のシリーズさ、でもさ、箱の裏見たらさ、特にさ、このパワーローダー系のやつ書いてないんだよね。これしかないのかな？ウルバリン。いや、絵だとこんなかっこいい。絵でもかっこいいよね。バトルアクションメガアーマーウルバリン。最高だったわ。こんなにアクションかっこいいなって思わなかった。もっとしょぼいかと思ったらさ、スピンアクションはめちゃめちゃかっこよかった。パンチはね、ちょっとしょぼい感はあったけど、まあ、一応パンチシャッ、シャッ、シャッって出るからね。あれはあれでかっこいいんじゃねえかなと思うわ。あと、スパイダー、この、なんだろう、ビッグタイムアクションヒーローズとかね。With Realistic Battle Action and Sound。だから音が鳴るんだろうね、これは。アクションプラス音がサウンドって書いてるから、音が鳴るんだと思うな。
すげえ、いろんなシリーズ出てんだな。ベノムとかすげえ気になるんだけど、これ。ベノム。ベノムすげえ気にならん。これ欲しいな、これ。他にもいろいろ、なんか、このメガアーマーシリーズじゃなくても集めてみるかな。また謎のフィギュアが増えたけど、これかっこいいわ。あと、いつかさ、このウルヴァリンの本とか読んでたらさ、あの、X メンの本とか読んでたら、これかーって分かる時が来るかもしれないから、それまでの楽しみだよね。X メンもどんどん、あの、昔の、漫画とか集めて読んでいこうと思ってるんでね。あの映画とかだけじゃなくて。だその時に気づけるかもしれないから、その時までめっちゃライトアップしてかっこよく飾っとこう。あのスパイディもね、いつか分かる時が来たらすげえ嬉しい。あのスパイダーマン。このスパイダーマンもめっちゃ気に入ってる。超かっこよくないこれ。メット被れるんだぜ、ちゃんと。完璧だよね。すべてが完璧。あとちゃんとこれが光ったらな。スパーキングアクションできたらすごく最高だったんだけど、自分じゃ直せないんだよな、これ。どうにかしてね、あの、直せる日が来て、直ったら、またこれだけで動画で、光る動画撮ろうと思うんだけど、なかなかね、直せなくてね。いや、かっこいいな。このスパイでやべ、めっちゃかっこよくない？これトゲトゲ感もいいしね。特にやっぱでかいと迫力があるからいいな。今回のウルヴァリン、このメガアーマーウルヴァリンすっげえわ。今まで集めた中で一番でかいな、これ。この迫力やばいもん。巨大ロボだもんね、パッと見、ほんとに。中にウルヴァリンいるかわかんない。普通の巨大ロボに見える。ただのね、何のシリーズこの巨大ロボみたいな。これ、ウルヴァリン乗ってるんだよ。パカって開けたらさ、ウルヴァリンが中から、ああ、ウルヴァリン乗ってるみたいなね。これはわかんないよな。このフェイント面白いわ。ウルヴァリンがちゃんと中に乗ってるっつ。